アウグストセベイロデ・アルブルケルケ・マラニャオセベイロが制作した飛行船パックス号、パックス号の墜落現場の写真アウグストセベイロデ・アルブルケルケ・マラニャオはブラジルのジャーナリスト、発明家、航空のパイオニアである。1902年パリで自らの設計した飛行船で事故を起こし死亡した。リオグランデド・ノルテ州の魔界場で生まれた。 リオデジャネイロの工科大学で工学を学んだ。学校の数学教師をした後、1892年まで貿易会社で働いた。1887年には最初の飛行船のアイデアを持ったが制作されることはなかった。1892年に政界に進出し議員となった。国の援助を受けて、自らのアイデアに基づく飛行船の制作を行った。 17世紀のブラジル出身で空中戦のアイデアを提案したバルトロメウデグスマンの名前が付けられた飛行船の機能はパリの気球メーカーアンリ・ラシャンブルの工場に発注された体積2000立方メートルで長さ60メートルの機能は1893年3月にブラジルに到着したがモーターや操縦士を収納する構造はアルミニウムで設計されたが材料不足から 一部が竹で代用された。水素の製造施設も建設された。バルトロメウデグスマン号は1894年にテストされ安定性を見せたが、一回だけ心を見られた自由飛行では竹の構造材は強度不足で破損した。その後飛行船に関する特許を得て、1901年の末から2期目の飛行船、パックス号の製作を始めた。 体積2500立方メートルで長さ30メートルのパックス号の試験は1902年5月4日と7日に行われ順調であった。5月12日、セベーロとフランス人のジョルジュ・サッシェが乗ったパックス号はパリを離陸してからわずか10分後に高度を400メートルに達したところで激しく爆発炎上して墜落、監修が見守る中、セベエロらは メーヌ通りに落下し死亡した。事故の原因は、上空に達して気圧が薄くなったためガス脳の,の水素ガスが噴出し、エンジンに吸い込まれて引火したためであった。一方、セベーロと同郷の飛行家であるアルベルト・サントス・リューモンは、安全弁を用いることで、ガス脳の,の内圧上昇に対処する方法を開発した。 ジョルジュメリエスはこの事故を再現したモノクロ映画を制作したが、現在は失われている。ブラジルのナタールの国際空港は、アウグスト・セベーロ国際空港と命名された。ザ・サイエンス・ビハインド・インベルカーズ・アンド・バルブス・オブ・サントス・イコール・デューモン・ダージェブルズ。ありがとうございます。